ちは。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。今日も来ました。はい、3連戦を振り返る、はい、ですが、はい。はい。まあ、その前にね、うん、その前に、はい、あの月曜日のロッテ対ソフトバンクがね、そうでしたね、あって一試合だけね月曜日にそうそうそうあったんですよね。まあその試合石川が投げて、うん、ねいいピッチングをして、まあ連敗中のソフトバンクがオスナまで繋いだんだよね。はい、うん。で代打まあ簡単に言うと角中に逆転ツーランを打たれて、うん、負けたというね。うん、ああだからちょっとまさかの展開だったんだけども、まあ、この試合では連敗が止まらなかったというね、うん、まあ、そういう試合が月曜日に行われたという、なんか兆しは見えてたんですけどね。まあそうだな、連敗ストップのね、なあ、うん、でまあみんな必死に守ってさ、必死にやってた姿がさ、うん、まあ、オスナーまでやっとつないだということ で、うん、でオスナーの絶対的なね守護神のことを考えると、まあちょっと逆転ないかなっていうふうに思ってたんだけどもね、うんうん、まあだけど角中がよく打ったね、しかし ね、うん、まあ、こういう展開で ねそこで決めるってすごいですね。まあ、野球ってわからんなと思ったのが、うん、まあただロッテがね、うん、あのその試合佐々木朗希が投げたんだけど、はい、まあ、決してあんまり良くはなかったんだよね、はい、良くはなかったんだけど、まあなんとかね佐々木の力で、うん、まあ、あの1対0というゲームをずっと持ちながら、うん、まあ、投げてたんだけど、翌日、はい、火曜日の日に今季絶望かっていう、ね、脇腹を痛めてたみたいね。ね、うん、なんか結構重症というかね、まあ、そうだね、時間かかりそうなニュースだから医者の話では、うん、だから結構あの時間のかかるところだから、うん、ちょっと大事にねしてあげたいというような話をもらってて、はい、ね、まあ佐々木はちょっと心配だけども、ちょっとこれはとてもロッテにとっては痛い、痛いよ、ね、これは、はい、で、うん、高校野球も連日熱戦ということでね、まあ、いろんなニュースが飛び込んできたりだとか、いや本当に、まあ、いろんなもう予選の時からあんなにドラマがあるかっていうぐらい、うん、いろんなドラマがね、うん、まあ、展開されてるけどもね、まあ番狂わせもあったり、まあいろいろね、まあ、これが番狂わせって言っていいのかどうかは分からないけどもね、うん、ただ高校の名前を聞くと、えこんなとこがコールドで負けんのっていうような高校もあるし ねとかもう優勝候補と言われてたところが早々に負けてしまったりとか、まあそうだね、ねえ、うん、まあ1試合しかないのでなかなか難しいですかね。そうだね、うん、で、看板屋ちーちゃん、はい、今日もよろしくということでよろしくお願いします、ね、はい、それでは、はい、3連戦振り返ります。はい、はい、はい、ということでまずセリーグからです。はい、はい、こちらは中日対 DeNA は DeNA が2勝1敗の勝ち越し、はい、阪神対巨人は阪神が2勝1敗の勝ち越し、はい、広島対ヤクルトは広島の3連勝ということで終わりました ね、 そうだ ね、 ね、すごいですね。はい、ということで、はい、中日対 DeNA、うん、ね、中日、はい、小笠原、中地、うん、メヒア、うん、DeNA が今永、はい、ガゼルマン、バウアーというね、1試合目、はい、5対3、うん、DeNA、うん、まあ、初回にねこの試合小笠原に襲いかかる、はい、まあとにかくね4点を取るんだけど、うん、ファーストストライク、まあ初球からバンバンいったね、うん、だからまあ小笠原というのはねもう無呼吸が強くてどんどんストライクで勝負してくるピッチャーではあるんだけども、はい、いやここまで徹底して初球叩いてくるかっていうようなね、うん、ことで最初組み立てにならなかったね。なるほど。でまあ見事に、うん、あの4点を取るわ、うんうん、でこの試合桑原が一番に復帰して、はい、うん、まあ、復帰というのは他の打順を打ってたんだけど一番に入れて桑原がこう引っ張った形になったね打線をね、うんうんうん、非常にあの桑原の働きっていうのはこの試合にとっては大きかったと思う、うん、で今永が8回99球まあ、4安打10三振、はい、1失点ということで ねもうしっかりした投球を見せてくれる7勝目、はいはい、でねこの試合でね中日もね、うん、ちょっと奇襲をかける意味でもビシエドを1番に入れたんだよね。うん、だけどこれがちょっと不発に終わったというね。なるほど。まあ片や桑原が1番で引っ張ったのに対してまあこの奇襲が当たらなかったということだよね。ビシエド選手が1番ってすごく、うん、
今まで、うん、まあただね、ませんでしたね、うん、それはなかった ね、 ねそういう発想もなかったんだけど、そうですよね、ただその今永が投げるということでね、うん、やっぱ最初から攻撃を仕掛けなきゃいけない、でも一番ビシエドが立ってくるとさ、うん、やっぱちょっと不気味な感じはするんだよね。だから今永もそのビシエドの状態っていうのは決して良くないっていうのは分かりつつもやっぱ嫌だったと思うよね、うんうん、でもきっちり抑えたからね。逆にビシエド選手にとってみて一番って言われてこうちょっとやりにくさとかはあるんでしょうかね。まあ人生で初めてかもわからないしあまあだけどやっぱこうチームが勝つためにね、うん、これは考えてたことだし、うん、やっぱり今永に対しては奇襲をかけないと、うん、やっぱ勝てないっていう風なもうピッチャーになってるから、なるほど、うん、だからまあこういう奇襲をかけたんだろうなっていう風に思ったね、うん、はい、はい、で2試合目、はい、7対1中日、うん、まあ、細川先制タイムリー、はい、まあ、大島がね、まあ、3打点というふうに、まあ、気を吐いてくれて、うん、まあ、高橋周平、はい、福永、まあ、これ下位打線に入ってたんだけども、うん、この2人もタイムリーを打つというね、うん、ことで非常に打線がつながったというね、うん、まあ、そういう試合だったんだけども、はい、まあ、川越、細川、宇佐美というね移籍組でクリーンアップを組ませたんだよ ね、 ね、あ、まあ、それが流れが良かったのかなっていうことも、うん、まあ、一つあるけども、はい、ただこれ絶対言わなきゃいけないのは中地、中地、ね、ルーキードラフト1位、はい、ね、沖縄で初めてというね、はい、沖縄の大学からね、中地レイヤーとね、そう6回105球、はい、1安打だよ、すごい6回を、いい、まあ初対戦ということで、うん、ちょっと DeNA の方も戸惑ったのかもわからないけども、はい、まあ、無失点に抑えたという、うん、でね、ちょっと制球を乱した回があって、はい、まあ、3回にね三四球で満塁を作るんだ、うん、だけどここをね宮崎を切って、0点に抑えるというね、うん、ちょっと乱れた回もありながらも、まあでも6回を1安打にね抑えるっていうのは非常にポテンシャルが高いピッチャーだなっていうのは感じたよね、うん、ね、まあ、前回の、まあ、神宮だったかな、初登板の時に、うん、20球で終わってんだよね、脇腹がちょっと違和感があるというようなことで、だけど、まあ、その時はちょっとがっかりしたけどもさ、うん、やっぱ力のあるピッチャーだわね、うん、まあ、変化球も冴えるしね、うん、いや非常にこれから楽しみだなっていうふうに思ってたね、これ見てて ね、 なんか立浪監督とお顔が似てるとかいうような記事もありましたけどね、立浪監督よりも男前かも、ね、いや立浪もその若い時はさ、うん、やっぱこう人気もあって男もあってシュッとしてたけど、うん、まあ中地もね負けてないよね、ね、うん、だからマウンドにいる時とそうじゃない時の差がまたこのギャップがいいんでしょうね、可愛かったなそうですね、ヒーローインタビューとかな、ね、はい、はい、なんか非常に好感を持ったね、うん、ピッチャーだったね、はい、で3試合目、2対1 DeNA、うん、で宮崎のツーランホームラン、はい、まあ、これが決勝点になるんだけどもさ、うん、これがねツーストライクからボールにする球が中に入っちゃってホームランを打たれたんだよね、うん、なるほど、まあ、逃さなかった宮崎もすごいけど、うん、これはやっぱメヒアの嫉妬もこれは悔いが残っただろうね、結局ねこれ決勝点になってしまいましたからね、そうなんだよね、で、うん、バウアーも野手に足を引っ張られながら、うん、まあ、桑原のファインプレーとかね、いろいろあって助かった部分もあるけども、はい、ちょっと足を引っ張られたシーンもありながら、うん、まあ、2対1で勝つという ね、 ねことだったんだけども、5回気がつけば7勝目ですね、そうだね、はい、5回に1点を取られたんだけども、うん、で続く6回細川大島の3塁内安打連続でね、うん、その中で細川の時にちょっとエラーも絡んで、はい、ノーアウト1、3塁を作るんだよ中日が、うん、で次のバッタービシエド、はい、これはやっぱこう計算通りの三振を取ったね、うん、バウアーやっぱねすごいわバウアーは、どういったか、あのね、うん、三振を取りに行って取れる、なるほど、その組み立てもちゃんと頭の中に彼はある、うん、で続く高橋周平、うん、これ簡単に三振は取れないぞと思ったら、うん、ゲッツーで打ち取るんだよね、うん、だけどこの時のね、うん、中日の走塁なんだけど、はい、ちょっと説明するとね、はい、どういうことが起こったかっていうと、うん、ここにベースがあって高橋周平がこう打ってくるんだよね、そのどこのベースこれは一塁ベースで、ここに大島がいるんだよ、
で、ここは牧。ん？ここは牧がね、はい、ここにいて、はい、ここに打ってくるの、高橋周平が。はい、で、牧がね、このボールに対してダッシュすんの。はい、そしたら、大島がここで止まっちゃうんだよね。うん。止まるの。はい、そうじゃなくて、これ、ものすごい勢いがあって出てきてるから、うん、大島は止まるんじゃなくて、うん、この牧の後ろを走っていけばさ、はい、同点だったわけ、うん、だけど止まっちゃったばっかりに、うん、牧がタッチをして自分でベースを入りに行ったんだよ、はい、まあ、簡単に言えば、はい、これはまああの説明してる時間もないからさ、ちょっと先に行くけどってね、そういう走塁ミスがあったんだよ、うん、俺はミスだと思うんだよね。もうあれとっさにはこうで、なんていうの、あのね、セカンドはね、いけないものセカンドがね、うん、ラインに入ってきたら、走路に入ってきて処理しようとしたら、うん、一塁ランナーは止まる約束があるんだよ、はい、ね、止まってここで時間を稼いで、うん、先にファーストに投げさせておいて自分はランダムプレーに持ち込むという、うん、そしたら1点を取れると、はい、だけどあの大島の場合はさ、あれだけもう牧がタッチに来ようとしてダッシュして、相当なダッシュ力だったんだよ、その時、うん、とあれ急に止まらないからさ、うん、あのダッシュ力を見たら後ろをこう通るような感じで行けば1点取って同点だったんだよね。それが可能なあのケースだったってことですね。そう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 、ただね、うん、牧のプレーは素晴らしかったわ、あのその激走、うん、あの判断力が。なるほど。あれね、一塁にね、大島が止まったら投げたくなるんだけど、うん、投げたら三塁ランナーがホームインしちゃうんだよね、うんうんうん、先にタッチしてホースプレーに一塁をしないと1点取られちゃうから、うん、だから牧がタッチして自分で入りに行って、もう高橋周平とぶつかったんだけどさ、うん、高橋周平吹っ飛んでたけどいやいや本当にいやだけどこういう守りがね、うん、すごく気迫を感じて迫力を感じた。じゃあこれは走塁ミス&こうファインプレーのような、いやファイン、うん、大ファインプレーだと思うよ、うん、だってあそこで1点失ってたら2対2の同点になってて、うんね、この試合分からなかったもん。そうですね、あだからもう本当にナイスプレーだった牧はね、うん、ただね全体的に言えばこの3連戦やっぱ DeNA の守りはねちょっとね良くない。うん、要所要所ファインプレーも見られますが、うん、それ以外のところがやっぱりいけないという、まあ、ちょっといけないな、うん、ちょっと守りをもう少し重要視した方がちょっといいかもわからないし、うん、特にこう今打撃が低調な時っていうのはそういったところに隙は絶対に作っちゃいけないというところですよね。もちろんね、うん、まあ中日の方はね、うん、やっぱり今永バウアーって来られるとなかなかこう接戦になって厳しいと思うけど、うん、やっぱ走塁とかね、まあそういうところでちょっと見出していってほしいなっていうふうに思うよね、うん、なるほど、はい、はいはい、続きまして阪神とジャイアンツ、はい、ね、阪神西純也、うん、大竹佐伯、うん、で巨人の方は菅野グリフィン戸郷という、はい、ね、試合目4対2、うん、阪神この試合でね11試合ぶりの岡本のホームラン、うん、で4回に同点したんだけどもさ、はい、まあ5回はね秋広が5戦連続の、打点を挙げるという、ね、で逆転も6回大山のツーランホームランで逆転されるというね、うん、で7回にも大山のタイムリーで突き放されるという、うん、でこの試合はねまあとりあえずどんな形でも阪神は勝たなきゃいけなかった、ね、これはなぜかというと、うん、横田君の追悼試合、そうでした ね、 ね、うん、でこの試合で岩貞、うん、岩崎、うん、でキャッチャーは梅野というね、はい、バッテリーで巨人を抑えに行ったんだけどもさ、うん、まあ見事勝利をしたという ね、 ね、でマウンド上でみんながね、空を見て、うん、天を仰いで、うん、横田君に報告したという ね、 ね、もう当然報告しなくてもあれだけ好きな横田君だったら見ててくれたと思うし、うん、いや本当に絶対負けれないというようなね、うん、そういう気迫がね伝わったゲームだし、うん、まあ岩貞なんかやっぱりいろんな思い出があったんだろうけども、うん、
まあそのヒーローインタビューでちょっとね涙ぐむシーンもあったけども、うん、非常にいいシーンだったよ ね、 ね、はい、ただ負けた巨人、うん、ね、菅野簡単に打たれるという簡単でもないけども、うん、なんかちょっとがっかりするようなね、うん、まあシーンがちょっとあったなっていうような感じがする。なるほど、はい、はい、で2試合目、はい、8対5、うん、阪神3回大山の四球からノイジーのタイムリーなどで3点をリードする。2回ですね。あ、2回だっけ。はい、はい、3点をリードする、はい、で5回、うん、ジャイアンツの方は5安打を集めて5点を取って逆転、うん、これ6回ですね。あ、6回か、はい、あ、これ6回だね、はい、あ、ごめんごめん、6回、はい、5安打を集中させて5点を取るというね、うん、はい、その裏6回、ね、四球絡みで、原口が代打に出てきて、うん、まあ、タイムリーを打って1点差にするんだよね、はい、この1点差にするっていうのは岡田監督の思惑があって、うん、これなぜかというとやっぱこう1点差に詰め寄っとくと、うん、巨人のリリーフ陣っていうのにプレッシャーをかけられるし、うん、リリーフ陣だったらうちは捕まえられるという計算のもとでもう是が非でも1点を取りに行ってんだよね、ここはね。で7回、はい、2つのフォアボールが絡んで、うん、里照、はい、小畑のタイムリーで4点を挙げて、まあ、勝負を決めるんだよ、はい、でね今のこの説明でいろいろ分かったと思うけど、うん、ここは強調したいのがフォアボールがジャイアンツ多いんだよ。でフォアボールが多くて無駄なランナーが出ててタイムリーを打たれてるというね。この試合でフォアボール6個、6個出したんだ、はい、でこの試合、うん、高梨が大事なところで出てきたんだけどもさ、うん、近本へのデッドボールがあって、うん、はい、甲子園で大ブーイングを受けたんだよ ね、 ね。で高梨の表情をカメラが捉えた時に、うん、やっぱり不快な感じがしてたんだよね、高梨が、うんうんうん、でそのブーイングがなんかすごくプレッシャーになったのかどうかわからないけども、うん、やっぱ自分の投球ができなくなってんだよ。なるほど、うん、でインサイドにも投げれないし、うん、もう当てるわけにいかないというようなね、うん、ちょっと手が縮こまったような投球に見えたんだよね、うん、はい、そこで左対左、うん、あれだけの変則で打ちにくいピッチャーが佐藤に打たれ小畑に打たれっていうことになってくるとさ、やっぱ勝負はもう明らかだよね、これはね、うん、だからやっぱこれは高梨乗り越えなきゃいけないし、うん、で高梨ってデッドボール当てる前はさ非常にいい投球してたんだよ、うんうん、でもそっからちょっと精神が崩れたのか、うん、なんかちょっと自分の投球になってないんだよね。なるほど、うん、だから早く取り戻してほしいなっていうふうに思う。そうですね、うん、ただやっぱ阪神のその駆け引き、うん、岡田監督との原監督との、うんうん、この試合は面白かったねなるほど、やっぱね、木浪を迎えた時に、うんうん、はい、ランナーサードでね2回外すんだよね、うん、で原監督はその2回のうち1回スクイズでも来てくれたら網にかかるという、うん、その網にかからないで岡田監督はじっとしてるという、うん、で3ボールになった時点で申告敬遠を出すとかね、うんうん、だからその駆け引きっていうのがさ非常に面白かったね。なるほど。だから6回も代打構成に行ったりだとかさ、うん、岡田監督が、うん、それをしのぎに原監督がピッチャーを交代するとかさ、やっぱなんか野球って駆け引きって面白いなっていうのを、うん、やっぱこの2戦目っていうのはすごく感じたよね。なるほど、はい、はい、で3戦目、うん、9対6、はい、巨人、はい、ね、巨人は甲子園で6連敗してたんだよ、うん、甲子園だけでね、はい、で阪神になかなか勝てなかったんだけどもさ、やっと止めたというね、うんうん、で秋色の先制タイムリー2点タイムリーがあるんだけども、はい、これはね質が高いというかさ、あれだけの大きくて手が長いバッターが、うん、インサイドいっぱいインハイのボールをセンターに押し返していくっていうね、うん、非常に質の高いバッティングをするなっていうね感じがしたし、はい、で2対2から、うん、梶谷が勝ち越しのホームランを5回に打つんだよね、はい、うん、でその5回梶谷のホームランを皮切りに、うん、まあ、相手のエラーも
フォアボールも絡み、まあ、仕上げが中田と長野というベテランがね、うん、畳みかけるようにタイムリーを打っていくという、はい、で戸郷が9勝目、うん、一四球巨人のピッチャー陣でね、はい、戸郷が9勝目、はい、で戸郷が、1つのフォアボール、うん、で全体では2四球という、ね、まあ、2試合目とは全然違うよ ね、うん、ね、無駄なことをしてない、はい、でも一方才木、4四球7失点、うん、そうなんですよね、うん、阪神投手陣全体で7四球、はい、うん、だからやっぱりねフォアボールっていうのがいかに得点に絡んでくるかとかさ、うん、大量点になるかっていうのを証明するような、試合だったね。まあ確かに、うん、あのショートのね落球とか、うん、いろいろエラーも絡んだけども、はい、やっぱ自分でねフォアボールとか出して、うん、自分で勝手に苦しくなって打たれるというね、うん、まあこういうことかなっていうね、うんうん、ただ、阪神は打線は上向きになってきてるね、はい、まあ佐藤がホームラン打ったりだとか、うん、大山が打ったりだとか、うん、で近本がね2安打するとか、まあ、中野も相変わらずいいし木浪もいいし、うんうん、で森下はタイムリーも打ってるし、はい、ね、だからそう考えると、うん、負けはしたけども、はい、まあ、明日から広島戦なんだけども、うん、非常に打線は上向きになってきてるなという感じがするよね。なるほど。で巨人の方は明日から坂本丸ブリンソンが帰ってくるという、これでベストメンバーを組んだとしたら、うん、まあ、相当破壊力が増すだろうなっていうふうに、ん、だから両チームとも非常に上向きになってはきてるというね。なるほど、はい、巨人は明日からは中日とですね。まあそうだね、はい、まあ本拠地でやるからね、東京ドームで、うん、まあホームランが出やすい球場だし、うん、まあどういう試合になるかね、まあ楽しみだよね。はい、はい、続きまして広島対ヤクルト、はい、ね、広島強いね、ね、止まりませんね、はい、うん、広島は栗、森、とこだ、うん、ヤクルトはピーターズ、高橋、石川、うん、ね、で1試合目6対3ね、広島、うん、上本がこの日も4番、うん、3回に4番として初のタイムリーを打つんだよね、はい、でヤクルトは5回まで3対1とリードしてるけども、うん、ピーターズを変えてから流れが変わるんだよね、うん、で6回2点7回3点を取られるというね、うん、うん、まあ、このピーターズ確かにね、うん、序盤から春先からあんまり5回以降って投げたことないんだよね。だから信頼度がちょっとないのかもわからないけども、うん、この投手交代からちょっと流れが変わってしまったなっていう、うん、でこの試合では6番デビッドソン、7番小園が2点ずつ、はい、ね、2打点ずつというタイムリーを打つんだよね、うんうん、だから非常に日替わりで広島はなんかヒーローが出てくるし、うん、非常にいいなというね、うんうん、なんかこう乗ってるなっていう感じがするよね。ね、うん、本当に。うんとね、うん。はい。2試合目。はい。5対3広島。はい。で3回、まあエラーなどでね、うん、ランナーをため、うん、オスナのスリーランで、逆転するんだよ。はい。しかし4回、これまたね同じようなことするんだよね。エラー四球が絡んで。うん、末金が逆転のスリーランで、うん、うん、だからなんかお返ししますよみたいな、まあ、人のいい野球やるなとか思いながらね、うんうん、ただこの末金は2回にも先制タイムリー打ってんだよね、うん、この試合で4打点、ね、大ヒーローになってんだけどさ、ね、もう30過ぎのおっさんたちがね頑張るんでそんな悪い言葉じゃなかったですけど、そうか、なんか僕もね若い人たちも、ね、それに引っ張られて頑張らなきゃいけないと思ってますっていうような ね、うん、ね、おじさんたちがヒーローになることが多いっていうようなことを ね、まあ、ね、言ってましたね、本当にね、うんうん、で、まあ、5回には坂倉がねソロホームランという、まあ、追加点というね、はい、うん、でヤクルトは松田で勝てないんだよね、ん、松田で勝てない、うん、松田スタジアム、ね、うんうん、8連敗というね、なんかあるんですかね、やっぱ相性とか、うん、まああるんだろうな、うん、まあそれと広島が強いということもね今ね、うん、単純に言えるんだけども、うん、はい、ただこの試合6回以降ね、ヤクルトは元気なくノーヒットというね、うん、うん、ただね高橋奎二がやっぱ勝てないとやっぱこう辛いよねヤクルトも、ね、まあ、ある程度抑えてくれないとさ、ちょっと6敗目だからね、まあそうだな、
はい、うん、で3試合目、はい、4対1広島、はい、うん、これね見てるとね、広島ね甲子園で出てくるチームの中にこういうチームがあるんだよ、うん、やっぱり1試合1試合力を蓄えていってるという、あ、ね、ね、乗ってる、こんなチームだったのかなみたいな、そうそうそう、ね、だからミラクルに行ったって言われたさ昔、はい、ね、あの決勝まで進んだ私の母校のね、はい、新田がいるんだけど、そういうなんか1試合ごと力をつけていって、うん、乗りも良くなってきて劇的なことも起こすというね、何か必ず起こるんですよね、うん、だからそういう感じがするし、うん、で相澤が2打席連続のタイムリー、堂林が2点タイムリーというね、うんうんうん、でね、この試合坂倉を使ってないんだよ。おね、坂倉って出番があったとしたらキャッチャーとして5番を打ったりとか、うん、するバッターを引っ込めて相澤をかぶらして、はい、その相澤が2打席連続のタイムリーを打つとかね、うん、でもね7回にね見事だなと思ったのが、はい、野間がね、うん、ノースリーまで行ったんだよ、あのボールスリーまで行ったんだよ、はい、で次見逃して、うん、3-1 から打つかなと思ったらもう一球見逃すんだよね、ど真ん中の球を。でもねこれはねやっぱ接戦で、うん、あの先頭バッター打者としてフルカウントにして次はボールだったらフォアボールでしょ、うん、でもストライクだったら打てばいいっていうような感じで、やっぱフォアザーチームで出塁にかけてるんだよね、うん、なるほど。これがヒット出る、ね、秋山四球、うん、4番上本、うん、バント、うんね、うん、ここら辺にね俺は柔軟性をすごく感じるんだよ。やっぱチームって一番大切なことは俺柔軟性だと思ってて、うん、上本を4番に入れることによって打つだけではなく、うん、こうやってバントっていうねことをするということがさ、うんうん、やっぱ柔軟性が非常に高くなってきてるっていうふうに、うん、俺は広島思うんだよね。なるほど。でこれ失敗してワンアウト1、2塁になるんだけど、はい、代打松山、うん、この上本を助けるんだよ。うん、レフト前にヒットして満塁を作る、うん、で次の堂林が初球から振りにかかるんだけど、これがねやっぱこう手なんていうのセンターに返しに行くんだよね、ランナーを。だからもう見事だね、うん、この攻撃っていうのは。うん、なるほど。ね、はい、で、まあ、東田が9勝目、うん、7回3分の1、97球、4安打1失点というね、はい、うん、まあ、これで10連勝、ねえ、はい、広島、勢い止まらないです ね、 ねえ、だからやっぱ相澤もね、腐らせないように、うん、坂倉をキャッチャーにして、うん、坂倉をやっぱバッターとして使いたいんだけども、そこをぐっと我慢して、相澤に託すという、うん、その相澤が、期待に応えるというね、うん、だから非常にもう一体感が出てきて、その中に柔軟性も出てきてる。これは広島強いよ、これね、え、ほんとね、これね止まらないですね。はい、絶好調10連勝で広島が首位に立った、ね、ね、阪神が今日負け、ね、広島が勝ったことによって順位が入れ替わった。ほんと。ただ明日から、うん、甲子園でかな、あの広島戦がある、はい、首位攻防戦、本当に、うん、もうこんなタイミングで、うん、首位攻防戦がありました ね、 そうだね。岡田監督、まだ7月だと、うん、ね、まだそんなに慌てる必要はない、うん、言ったけども、うん、甲子園で広島が3連勝したら慌て出すよ。そうでしょうね、うん、これはね、これはね、うんうん、だから非常に明日からの広島戦は見ものだなっていうふうに思う ね、 ね、これ3連勝じゃなくても負けてしまえばゲーム差が開くから、ね、くから余計ちょっと嫌だ、まあちょっと嫌だよね、うん、まあ、まあ2勝1敗ぐらい、あの1勝2敗でもね、うん、まだまだいいんだけど、うん、3連敗したら慌てると思うよ、少しずつね、うん、ああ、ただ広島は本当にあのやるたびに強くなって日替わりヒーローが出てきて、うん、柔軟性も持ち合わせてるということからすると非常に今ポテンシャル高いよね。ね、その時期が結構長い、はい、長続きしてますよね、うん、やっぱね柔軟性があるから長く続くんだよ。なるほど、はい、はい、というセ・リーグでした。はい、はい、続きまして、はい、はい、パ・リーグは、パ・リーグはね、ちょっと試合数がね、はい、2カード2試合だったということで、はい、
オリックスとソフトバンクはソフトバンクの2連勝、はい、西武とロッテは西武の2連勝、はい、楽天と日本ハムは日本ハムが2勝1敗の勝ち越し、はい、はい、ということで、うん、まあ、オリックスとソフトバンク、はい、連敗中だね、まだ ね、うん、ね、1戦目はね、その時はね、はい、でオリックスが山本宮城、うん、ソフトバンクは有原スチュワート、はい、ね、5対0、うん、ソフトバンクようやく12連敗止めましたよ。止めましたね。もう止めたのは有原、ね、お見事。 しかも山本投手、ね、そうだよね、はい、ただ臆することなく投げていったというね、うん、で9回115球6安打、はい、11三振すごい、無失点完封というね、はい、でね、有原っていうのは日本に帰ってきて、うん、まあ、メジャー行ってからだけども、うん、打たせて取るというね、なるほど、ことをこう覚えて帰ってきてたんだよね、うんうん、で日本に帰ってきてもそのスタイルを変えずにやってたんだけど、うん、この試合はやっぱりね、期するもんがあったんだろうね、うん、やっぱ三振取らなきゃいけないところは取りに行くっていうようなね、うん、そういう腹積もりで投げてたと思うんだけど、はい、まあ、それが11奪三振につながったというね、うん、あ、まあすごいね、うん、で、まあ、有原なんだけど初回から3イニング連続でダブルプレーを取るんだよね、うん、これオリックスの石膏にも助けられたっていうところもあるんだけどもさ、うん、やっぱ打たして取るところは取る、うん、三振を取りに行くところは取るっていうようなことでね、まあ、自分の思い通りのピッチングができたのかなというね、うんうん、で藤本監督も有原に対しては最敬礼というね、なるほど、あ、やっぱそうだろうね、苦しかったと思うよ、うん、いや本当ね、だからこういう連敗中は誰かが完封しないといけないとか、うん、ね、点をやらなければ負けることはないってよく言われるけど、うん、そう簡単にはね完封なんかできないよ、うんうん、だけど相手が山本だったから、はい、行ってもやれないっていうような気持ちで投げたとは思うけど ね、うんうん、ね、ただこの試合で、まあ、牧原、柳田、うん、柳町がタイムリーを打ってね、はい、有原を援護するというね、はい、あ、まあ良かったなと思うよ ね、 ね、うん、でオリックス、うん、ピッチャーがいいだけに連敗で入って、あー、またこれ大丈夫か、山本だぞみたいな、次宮城だぞっていうふうに思ってたけど、うん、まず第一関門を突破、はい、ね、で2試合目、はい、で7対1、うん、ね、ソフトバンク、ね、勝ちました ね、 ね、またでこの試合もスチュワート、うん、もう見事だったね、はい、6回1失点、うん、で最速が159キロ、おー、やっぱね力があるわ、うん、ボールに、で絶対勝てるピッチャーなんだけど、なかなか勝ち星が拾えなくてね、うん、苦しいんだけども勝てたというね、うん、で1点はリードされるんだよね、スチュワートがね、うん、だけど4回に宮城に相性のいい今宮が同点ホームランを打ってくれるんだよ、はい、でね、今宮がどれだけ宮城に対して相性がいいかというと、うん、通算で31打数15安打、まあ、ほぼ5割打ってんだよ、うんうん、だからまあ今宮がね非常に助けたというさ、うんうん、で5回には甲斐のスリーラン、ね、甲斐が打点を上げると負けないっていう話があったけども、ありましたね、あったよね、うんうん、スリーランを打つというね、うん、で宮城は6回5失点、はい、ね、ゲームを作れないという、うん、いや、うん、宮城も悪くはないんだろうけども、うん、やっぱり良かったり悪かったりって、ね、今年はちょっと波があるよね、うんうんうん、それとやっぱちょっとオリックス打線が少し、まあ有原スチュワートって投げられたら、まあ、そんなには点は取れないとは思ってたけど、うん、まあ、だけど少し低調にはなってきたかなっていうふうには思うね、なるほど、うん、ただ、うん、やっぱこう直接対決というかさ、はい、やっぱ首位のチームをまあ、自分たちも優勝を狙ってる、それがもう連勝できたというのはね、うん、連敗も止めて、うん、この2連戦はソフトバンクは収穫あったね、大収穫だったでしょうね、大収穫だったね、うんうん、はい、で、まあ、非常に打線も活発になってきたし、はい、ね、よかったね、そうですね、はいはい、で続いて西武対ロッテ、うん、冒頭に言ったけど佐々木朗希がいなくなった、うん、ね、誰がそれを支えるんだっていう、はい、ね、そういう試合なんだけども、うん、まあ、西武が高橋光成、はい、与座、
ロッテがメルセデス、美馬、うん、ね、まあ、1試合目3対0、はい、高橋光成完封、うん、9回129球5安打7奪三振無失点完封というね、はい、やっぱ高橋光成のあのポテンシャルというのは高いね、うん、こうハマった時は打てないねなかなかね。なるほど。でロッテもね、ソフトバンクに月曜日に勝ったけども、うん、角中の1本で勝ったような感じの試合なんだよね、うんうん、ちょっとねバッティングっていうのがねあまり良くない。なるほど。ちょっと低調になってきてることは確かなんだよ、うんうんうん、ここに来てこの試合も5安打ですね。そうそうそう、うんうん、まあ高橋コーナーだから、うん、そうは打てないけどもね、はい、うん、で初回、うん、初の3番に入った佐藤が、はい、佐藤と牧野がタイムリーということでね、うん、ロッテ戦の連敗を8で止める、はい、ね、ロッテにカモにされたという、うん、ね、で高橋光成は2試合連続の完封というね、はい、うん、素晴らしい、まあ、そうだね、うん、でやっぱり朗希がいなくなった、うん、今季絶望かっていうニュースの後だけに、うん、やっぱ完封負け、うん、でロッテ打線がちょっと低調になってきた、ちょっと心配だよね。そうですね、これはね、はい、うん、で2試合目、はい、5対3西武、はい、西武が乗ってきた ね、うん、で与座がね今季初勝利、うん、これ与座はねもっと勝っててもいいんだけどもさ、うん、なかなかこう援護点がもらえなかったから、うん、ここまで勝てなかったけども、うん、まあ、この試合はあんまり良くなかったんだよね、うん、で5回3分の2 1失点で57球で交代させられるんだよね、はい、うん、だけどまあこれはあの松井和夫監督が見ててね、うん、まあその代打の相性だとか、うん、まあ、代打っていうか打者との相性だとか、はい、いろいろ考えての交代だったと思うんだけど、うん、ただこの交代が非常にね良かったよね、うん、その後無失点に抑えるわけだからさ、はい、で栗山が2回、うん、カットボールをホームラン美馬の、はい、いや難しいこの高めのカットボール、やっぱりベテランだけに技術があるなっていうのを感じたし、うん、ベテランがこの夏場に来てね元気になってきた、うん、で6回にはマキロンがツーラン、はい、まあ、これでほぼ勝負が決まるんだけどもさ、うん、やっぱマキロンもここに来て調子が上がってきてるよね、うん、で、まあ、西武はもともとピッチャーがいいからちょっと打ってくれればねこうやってゲームを拾えるようになってくるんだよね、うん、一方ロッテ、はい、3閉殺9残塁、うん、うん、打てない時に閉殺で残塁が増えるという、これもまあ大体そういう図式にはなるんだろうけども、うん、ただねロッテもね言えばピッチャーはさほど悪くはない、うん、むしろいい方かもわからない。そうなってくると閉殺を食らうんだったらなんかこうエンドランとかねバントとか打てない時にどう進めていくか、うん、まあ、そういうことを少し考えた方がいいのかもなっていうのはすごくこの試合を見てちょっと感じたけどね。なるほど、はい、ただやっぱりこう西武が乗ってきた、うん、ね、非常に怖いチームが上がってきてるよね。ねえ、はい、はい、ということで最後、楽天対日本ハム、はい、ね、早川、庄司、田中マー君、うん、で日本ハムは加藤、上原、北山、はい、試合目3対1楽天、うん、ちょっと連敗が止まらない、ね、39年ぶりの13連敗、うん、初回大郷塁において浅村がツーランホームラン、うん、もうねやろうとしてる時によし今日は行くぞみたいな、うん、今日は止めるぞって言った時に、まあ、初回から、まあ、ツーラン打たれるという ね、で、まあ、4回マルティネスのタイムリーで1点返すけども、うん、まあ8回この日2本目の20号のソロホームランを浅村が打つという、うん、まあ、浅村が全打点を挙げるんだけどさ、そうですね、うん、ただこの試合村林とか大郷が、うん、やっぱ打ってるんだよね、うん、でねこの2人が打つとねなぜか浅村が打つような気がするんだよ、うん、なんか刺激をされてるというかさ、なるほど、まあ、そんな感じでねいい具合に上位打線が回ったという試合なんだけども、うん、まあ、これでね13連敗ということで、うん、まあ、記録まであと1つということに迫っちゃったんだよね、はい、うん、で2試合目、うん、3対2、はい、日本ハム、
やっと勝てました。本当に、うん、本当にやっとね、脱出ですね。ただね、褒められた勝ち方じゃないというかさ、うん、まあ止めればいいんだけどもさ、はい、まあ、マルティネスが死球で、出るんだよね、ノーアウトで、うん、で、ハンソン、はい、まあ、新庄監督が何を出したかというと、外国人構わずバントを出したんだよ、はい、で失敗するんだよ、うん、2回ともで追い込まれる、うん、でそこから粘ってツーランホームランを、なんというなあ、なあ、最初から打たしてくれてもこうはならなかったと思うんだけど、やっぱなんとかしなきゃいけないというね、うん、危機感の中でやっぱり打ったと思う、ツーランなんだったね。最初にバント失敗したのが精神的にこうやらないとみたいになったんでしょうかね。いや、もう自分を追い込みながらね、うん、あのプレッシャーを打ち払ったというホームランだったけど、ね、うん、ただこの試合8回鈴木大地の同点ツーランが生まれるんだよね、はい、あちゃーと思ってこれはまただいかんぞと思ったら9回、はい、松本清宮、うん、万波が3連打で勝ち越しで逃げ切るというね、うん、やっぱりね、松本清宮万波かっこ今川も入れとくけど、はい、あのこういう人間がやっぱりねやらなきゃいけない、うん、ね、うん、ね、日本ハムを代表する選手になってますからね。そうで、この試合、うん、5回に2安打、はい、9回に3安打、うん、5安打で勝ってるんだよね。そうなんですよね。このその回しか、5回と9回にしかヒット打ってないというさ、うんうん、なんとね、珍しいけどね、こんなんで勝てるっていうのはね。そこ打ったとこだけちゃんと点が取れてるっていうのはすごいですね、うん、ただそこに集中させたっていうのもね、うん、まあすごいけど ね。ただ庄司、はい、8回2安打2失点、うん、果たしてやってよと思うけどもね、うん、なかなかね、なかなかな。でも上原もねすごく頑張ったよ、この試合ね、はい、無失点でいってたからずっとね。そうですね、6回94球、そう、4安打6三振ですね、うん、だからまあ池田がね、うん、まあ、ツーラン打たれたけども、はい、でもよく跳ねのけて、まあ、連敗を脱出したという試合だったね、うん、はい、はい、で最後、はい、9対5、うん、日本ハム、はい、ね、楽天は5点を取ってる、うん、ね、小深田ソロホームラン、フランコツーランホームラン、辰巳が4安打とか、うん、はい、まあ、結構打ってんだよね。で5点も取ってんだよ、うん、はい、ね、ただマー君、うん、4回3分の2、8安打7失点という、ね、もうゲームを作れないという、ちょっと大量失点が、うん、ね、まあ、5回に5連打を含む7安打を集中させたんだよ、また日本ハムが、うん、だからやっぱこう集中力っていうか、うん、集中して打つ力っていうのはあるなと思って、うん、で一挙に6点を上げてね、うん、勝負を決めるという、で15安打打ってるんだよね、この試合、はい、ただ7安打を6回に集中させてるんだよ、うん、だから集中させて打つのは得意なのかなと思ってさ、ね、さ6日前の試合もね、前効率よく、そうそうそう、うん、だから非常にあの日本ハムも打線はちょっと活発になってきたかなという感じはするよね、うん、はい、まあ、まあそういう3連戦だったんだけども、はい、まあ連敗脱出して一転して好調にというね、はい、やっぱいろんなプレッシャーを連敗中っていうのは感じるんだよね。ここで打ったら連敗脱出できるとかさ、うん、まあそういうことはあるにしても、やっぱもともと力があるし、もともとノリはいいチームだから、うん、これからやっぱこうかき回してほしいよね。で心配なのはロッテ。そうですね。なぜか。あの佐々木朗希投手ですかね、一番は、うん。だから佐々木朗希が投げたらやっぱ負けることはないっていうようなね感じでね、うん、勇気を持てるピッチャーがいなくなったっていうのはちょっと この先不安だね。これローテーションにもね影響が。まあそうだな。出てくるとなると、またそこも心配ですよね。そうだね。まあ西武が乗ってきてるし、うん、まあ楽天は相変わらず、まあ好調をキープできてるかなっていうような感じがするし、うん、ね、ね、まあ、次は日本ハム、オリックスですね、はい、うん、ソフトバンクがロッテと、あ、楽天が西武とという感じですかね。あここ当たるのがね、うんうん、だからソフトバンクがやっぱりロッテを捕まえるかもわからないよね、うん、可能性としたらね、ね、なのでオリックス、日本ハムも、うん、今オリックスがちょっと連敗して、まあそうだね、日本ハムが連勝してみたいなところもありますしね、まあ、いずれにしてもまあ楽しみだけどもね、はい、はい、
まあちょこちょこ怪我人とかね、まあ、コロナの影響で、そうですね、体調不良、体調不良とかね、まあ、ちょっとあるから、まあ、そんなことでね、離脱するのはもうもったいないし、まあ、順位がそういうことで変わってきてたりもするけどもね、だからまあ気をつけて、ただ明日からのやっぱ注目は阪神広島かな。もうねここね首位が逆転して、うん、そうだね、いきなり当たりますから、ね、で広島は絶好調、でも阪神も打線は上向きになってきてるから、まあ、非常に面白い試合が見れるんじゃないかと思ってます。はい、ね、また頑張ってください。はい、はい。